ご視聴ありがとうございます。竹地英二です。今回はですね、カウントダウンジャパン初参加の感想についてお話したいと思います。僕の動画では楽曲レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。現在の目標としてチャンネル登録者数1000人を目指して頑張っていますので、登録ボタンで応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、年末に CDJ に参加したんですけど、年末年始でバタバタしていたので、レポート動画を出せないままでいました。で、レポート動画を別で作りたいと思っているので、先に CDJ 全体としての感想をお話したいと思います。まず、ロッキングオン系列のフェスといえば、ジャパンジャム、ロックインジャパン、CDJ とあり、個人的にロッキングオン系列のフェス自体が今回初めてで快適だという話は知っていたので、どんなものかと思っていたら、本当にその通りだったので、その詳細についてお話したいと思います。まず入場についてなんですが、転売対策として、ロッキングオン独自の事前に顔写真を登録した電子チケットで、電子チケットの QR コードをかざすと、タブレットで顔認証が行われて、本人確認してから入場できる仕組みで、不正入場は確実にできないような仕組みとなっています。他のフェスでも転売対策として、身分証の確認で対応しているところが多いと思いますが、それだと入場時に時間がかかってしまうというデメリットがあるので、ロッキングオンのシステムの方が、よりスムーズに入場できると思います。とはいえ、チケットリセール期間が過ぎてしまったタイミングで、急に行けなくなった場合は、売ることができずに、チケットを無駄にすることになってしまうので、よし悪しの部分もあるとは思います。また、リストバンドが配られないところは、エコである一方、リストバンドを記念に持っておくことができないので、欲しいという方も中にはいるのではと思います。購入場のシステムは、確実にチケットが売れるからなせることで、地方のフェスではなかなか難しいことだと思います。そして、いろんな撮影スポットがあって、通常であれば次に撮る方が、前の方を撮影してあげる形で、お客さん同士で回していくと思うんですが、目玉となる撮影スポットに関しては、スタッフの方が常駐していて、写真を撮ってくれていて、写真を撮るためのスタッフを準備していることにびっくりしました。また、トイレに関しても、スタッフの方がいて管理していたし、ホール間の通路は混雑を防ぐために、片側通行となっていて、スタッフの方が常駐して、通行量によって道幅を増減していたりと、スタッフの方のレベルの高さも感じました。あと、クロークに関しても、膨大な荷物の量で、40列以上あるはずの棚の列ごとにスタッフがいて、すぐに荷物を取り出せるような体制になっていたし、そのエリアには男女ともに更衣室があり、着替えのためにトイレに行く必要がないので、余計な混雑がなくて済むようになっていました。そして飲食店に関しても、通常なら会計の列と私の列があって、どっちに並んだらいいか分かりにくいというのがありがちなんですが、地面に列の並び方が分かりやすく貼ってあったし、最後尾にはお店の方が札を持って立っていたので、すごく親切な仕組みとなっていました。フェス全体としてスタッフの数が多く、少しでもストレスがなく、スムーズに行くような体制になっていたので、ストレスフリーで過ごすことができたと思っています。また、会場内に向かう前から、会場へ迷わずに行けるように、スタッフの方がいるのは、他のフェスでもあると思いますが、要所要所に道しるべ的なお湯も設置されてあるので、安心して行くことができました。会場内に関しても、大きなエリアマップがあったし、フードエリアのマップも、商業施設のレストランのマップのようでした。あとこれは CDJ というか、幕張メッセだからかもですが、会場内はすごく暖かくて、長袖で過ごせるほどで、空調のせいなのか、人の多さなのかはわからないですが、快適な温度となっていました。と、僕が感じた CDJ の感想は以上となります。今回に関してもキャパは例年より抑えているので、だから快適だったというのもあると思いますが、ロッキングオンの快適に過ごせるような体制づくりというのは、人の多さには左右されないのではと思っています。で、快適に過ごせる分、スタッフを多く雇うために、チケット代が他のフェスより高いというのはあると思うんですが、1000円、2000円高くても快適性が得られるのであれば、個人的には少し高くてもいいのかなと思っています。また、屋内フェスであるがゆえの閉鎖感は当然あるんですが、その中でも快適性は抜群だったように思います。ロッキングオン系列のフェスに常連の方は、この快適性が当たり前だと思うかもしれないですが、他のフェスではなかなか味わえない快適性だと思います。今回の CDJ をきっかけに、ジャパンジャム、ロックインジャパンも、どっかのタイミングで行ってみたいと思います。今回はカウントダウンジャパン初参加の感想についてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録、コメントが次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら反応いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。